世界一周。世界一周は、世界中を一回りすること。世界、すなわち地球を一周することでもあることから、地球一周と称されることもある。世界周以とも。世界一周の基本定義は、ある地点と、その対処地、地球の反対側となる地点の両方を通る、大きな円を描く経路だろう。実際には、手段に基づく制限などのため、 前述の基本定義とはやや異なる定義が用いられる。他にも、すべての四五線を横切って、出発地に戻る、五大陸すべてを経由して、出発地に戻るなど様々なものがある。すべての四五線を横断するということであれば、例えば、北極圏や南極圏の周りを一周するでも、達成されるが、これは、世界一周と呼ばれない。また、 ある地点とその対処地の両方を通るということであれば、南北方向への移動のみ、この際、南極点と北極点を経由するでも達成されるが、これも、また世界一周と呼ばれない。冬輸送にとっては、19世紀には世界一周旅行が可能となり、その経路は、ユリシーズ・グラントが行ったものと同じ、また、世界大戦時に、大勢の兵士が輸送された経路でもある。後に、 技術的進歩と収入の増加により、この旅行は一般層にも可能なものとなった。右の地図で赤く描かれた線が、貿易風と製図、ず、パナマ領運河を用いる、標準的な保分で世界一周航路である。大線は赤線の対象地。航路がほぼ大きな円で、大体ある地点とその対処地を通っていることが見て、取れる。多くの船乗りがこの航路に沿った。 貿易風を利用することで搬送が容易になり、また、なるべく風の穏やかな海域を通るようになっている。ヨットレースでは、このような大円を描く航路は、現実的ではない。とりわけ、ノンストップレースでは、スウェズ・パナマ両運河の利用は、不可能である。したがって、ヨットレースにおける世界一周の定義は、赤道を越えて、すべての形成を同じ向きで通過し、 出発地と同じ港に戻る、長さ2万1600里、四4万キロメートル以上の航路とされる。左の地図は赤線が、バンデグローブの世界一周ルート、王線はその対処地である。全く対処点を通らないことが見て取れる。南半球の風向きは、西風が支配的であるため、東を目指すルートよりも西を目指すルートの方が難易度が高い。 四角母の船ではなおさらである。1922年に始まったラコニア・キュナードラインの世界一周旅行により、数千人が優雅な船旅で世界一周を達成した。この船旅は通常、ニューヨークかサウサンプトンを出発し、西に向かう航路だった。太平洋に入る際のルートとしては、カリブ海からパナマ運河を通るものとホーン岬を回るものがあった。 またヨーロッパへの帰路も、スエズ運河を通って地中海に入る場合と、希望見ぬを回ってアフリカ西岸を北上する場合があった。これらの船旅のゴールは、出港地に戻ることである。現在世界一周で用いられる最も一般的な交通手段は航空機によるものである。商業航空開発により、何万もの人が空路での世界一周を達成することとなった。 単一の航空会社による乗り継ぎ路線、世界一周路線や、単一の航空会社、または航空連合による乗り継ぎ航空券、与一周航から券の形で一般の旅行客にも提供され、今日では容易に実行可能である。空路での世界一周に際しては、世界の大気循環パターン、とりわけジェット気流を考慮することになる。 ジェット気流は赤道を超えることがなく、それぞれ北半球、南半球の中で循環している。そのため、空路での世界一周は、赤道を超えることや、対処地を通ることといった条件は設定されない。例えば、スティーブ・フォセットの熱気球での世界一周は、南半球の中で完結した。動力を持つ、航空機の世界一周記録条件は、すべての四五線を通過して、 出発地に戻る、距離 36,787.559km、22,858.729マイル。これは北海域線の長さ以上のコースである。また、コースの制御点は、北極圏、南極圏の外側に置かれなくてはならない、とされる。気球では、風の影響が大きいため、さらに条件が緩和される。すべての四五線と、 両極圏の外側にあるチェックポイントを通過する半径 335.85km2072.80 3, 3マイル以上のコースで内側に極点を含むものである極点を中心とする必要はないギネス世界記録は2006年版で人力での世界一周に関するガイドラインを発表しているそこで示された条件は距離36 787.559km 北海域線の距離以上で赤道を通り、出発地点と完全に同じ場所に戻ってくることである。対処地を通る必要はない。認定機関、ギネス世界記録とエクスプロアヤーズウェブによると、は2007年10月6日に、世界で初めて人力での世界一周に成功した。これはという企画で13年に及ぶ予定であった。 ただし、ギネスは、彼の皇帝はいくつかの点で定めた基準を満たしていないとしていた。彼は、ある暗礁を、モーターボートで渡ったとされる。彼は後にこの地点を人力で渡り直した。2012年、トルコ人冒険家のは、世界で、初めての単独での人力世界一周に成功した。リスはコギブネ、シーカヤック、徒歩。 そして自転車によって2007年7月10日から2012年7月12日の期間で達成た。エデンは赤道を2度通過し、12カ所の対処地を通った。総移動距離はで、中断期間を除いて1026日の旅であった。ナショナルジオグラフィック協会は、お、最初の人力世界一周成功者としている。これは2004年7月に成し遂げられた。 しかしながら、彼の皇帝は赤道を通過しておらず、対処地にも到達していないため、ギネスやエクスプロアヤアーズウェブによるアドベンチャースタッツが定める基準を満たしていない。対応は、飛行機で渡り、陸路のみを歩行、または自転車で世界一周した人物は多くいる。この記録を最初に達成したのはであると記録されている。 彼は1970年6月20日から1974年10月10日の期間で徒歩で陸路世界一周した。走行による世界一周は1997年から2003年のによるものが認定されている。ただし、これらは海洋は空路で越えているため、海洋を除いた移動距離はギネスのガイドラインを下回る。1816年に アメリカのブラックボールライン社がニューヨークとイギリスリバプール間の大西洋航路の定期船運航を開始し、その後パナマ経由のニューヨークサンフランシスコ航路を運航ていたアメリカのパシフィックメール社が1867年1月1日からサンフランシスコ、横浜、香港をつなぐ定期船の太平洋航路を開設した。これによりイギリスなどヨーロッパから東回りで 東アジアへ進出していた航路と太平洋航路が横浜、香港で合体することになり定期蒸気船航路を乗り継ぐことによって誰でも地球一周旅行が脳、NO、になった。1869年にスエズ運河とアメリカ大陸横断鉄道が完成すると世界一周旅行はさらに容易になった。これにより商業的な世界一周旅行が始まり長く 西洋にベールを閉ざしていた日本が開国したばかりであったこともあり、19世紀末には欧米の冒険家や裕福な観光客の新しい旅先として日本が人気となった。トーマス・クックは1872年に世界初の世界一周団体旅行を観光した。9月26日に8人の団体客でリバプールから船でニューヨークへ行き、鉄道で サンフランシスコへ船で横浜へ東京周辺を観光した後、船で大阪、長崎、上海、シンガポール、マドラス、カルカッタまで行き、鉄道旅行の後ボンベイから船で航海、スウェズ運が地中海を通って鉄道でリバプールへ戻った。222日間の旅行だった。この間に、 ジュール・ベルヌの80日間世界一周が出版されたこともあり、世界一周旅行熱が加速し、ネリー・ブライ、エリザベス・ビスランド、ジョージ・フランシスト・レイン、ジョージ・グリフィスら、時間を競う世界一周旅行者も現れるようになった。年月は行われた期間を言う。このほか、中国、明治大に、英楽カドの特使としてテーが、最後に会の公開で、 世界一周を成し遂げたとする説がある。テーは、現代の洋式船よりも巨大な船で構成された、艦隊を指揮して、大規模な航海を行うか、長い間西洋世界に知られることがなく、学者の多くは、テーは、世界一周を成し遂げていないと見ている。世界一周を行った、最初の日本人は、仙台の過去である津田優、遠京元年、1744年から、 文化11年、1814年7月29日、義兵、平、大野重郎、及び、左平の4人であるとされることがある。完成5年、1793年11月21日、仙台の修出たゆら16人は、江戸に運送する家庭を、若宮丸に乗せ石巻港を出発したが暴風に、あって漂流し、翌年6月上旬、アリューシャン列島に漂着。 10ヶ月余りの滞在の後、翌年4月上旬出発、6月にオホーツクに上陸した。8月から翌年夏までの間に、一行三度に分かれて、シベリア奥地に入り、イルクーツクで合流。同地の管理の保護を受けつつ、完成8年、1796年から今日は2年、1802年まで滞在した。皇帝から上京の命を受け、3月に出発。 シベリアを横断して4月にペテルブルクに入ったが、その時3人はすでに病死し、3人は途中の町で落語した。一行は客人として艦隊され、皇帝に越見を許された。5人を残して、津田雄、義兵、王の重郎を呼び、左平の4人と、施設ニコライ・レザノフの通訳に任命された、全6は、ナデジダにし、6月バルト海から、 大西洋に出た。カナリア諸島を経て、ブラジルに立ち寄り、翌文化元年、1804年に太平洋に入り、マルキーズ諸島、ハワイ諸島を経て、カムチャツカに到着。全独はここで下船したが、ナデジュダコは、同年秋に南港して9月に長崎に到着した。施設の目的である、通商条約の締結には至らなかったが、4人は長崎陳に引き取られ、 さらに、伊達家に引き渡され、文化2年、1805年12月末、江戸芝の伊達屋敷に入った。ここで取り調べを再び受けた後、翌年に帰京した。厳密には、日本に戻らなかった、全6を含めた5人であるとも言える。この世界一周は、マゼランの約280年後、前後13年にわたるものであった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。